木村さんはそのジャニーズに入る前は、うん、正直もうジャニーズとか全然興味なかったですか？まあちょいちょいこういう形式になってくるとは思うんですけど、はい、なぜかねインタビュアーになってわかんないんだけど。いや聞きたいですもんね。僕はジャニーズ入る前は全く、はい、全くでした。全くもう芸能界もそんな興味ない感じ。はい。あ、そうなんですね。だみんなが好きなアイドルの、シャーペンとか、はいはいはい、下敷きとか、下敷きとか、はい、持ってた時に一人、ま、あの恥ずかしいんだけど、はい、使ってたのがなめ猫でした。あ、その時代なんですね。なめ猫でしたね。はえー。下敷きとシャーペンとカンペンとそのペンケースに入る定規もなめ猫です。すごいハマってるじゃないですか、なめ猫に。ハマってるって別に全然猫好きじゃないし、はい、めちゃくちゃ犬派だし、はい、なんかで統一できねえかなと思ってて、そこでおなんだこれっていうのでなめ猫をたまたまピックアップしたのがなめ猫でした。へえ、じゃあその、うん、ジャニーズ入ってからハマった瞬間ってどこなんですか？お、これ楽しいみたいな。ハマった瞬間。なんか結構言うじゃないですか、その、僕は自分で応募したんですけど、うん、その、お姉ちゃんだったり、お母さんに送ってもらって、入ってから踊ってみたら踊りが楽しいと思ったっていう、うん、うちの五席のとかもそうなんですけど、うん、なんかその、ハマった瞬間ってあるんですか？楽しいなと思った瞬間。ね、まず、ほら、インタビュー聞いてるでしょ？まず、僕は一切自分、というなりたいとか、はい、だから履歴書も送ってないし、はい、送ったのなんかおばさんだし、はい、でしかも勝手に送ってたし、あもう何にも言わずに何にも言わず、はい、で連絡がやたら来たんですよ、はい、ジャニーズから。ああ、はい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 。で3回バックれましたからね。すげえ。3回僕は興味ないっつってバックれました。オーディション行かなかったんですね。何月何日、六本木テレビ朝日の第一リハーサルに来てくださいっていうのを、ね、はい、やだっつって言って、3回バックれました。で、4回目もまた連絡来たんですか？4回目来て、その履歴書を勝手に出していた、おばさんに、はいはい、やりたくてもできない人がいるんだから、ほうほうほう。行くだけ行ってくればって言われて、はい、で、行ったんですよ。で、行ったら、すっげえ人数いて、はい、男だらけですもんね。もう男だらけで、はい、そうそう、それこそまあジャニーさんってどの人ですかって聞いた人がジャニーさんだったんだけど、はいはい、僕だよって言われて、はい、でいやじゃあせっかく来たんだからやってきなよって言われて、はい、やってきなよって何なんだよと思ってで一番後ろの列に立たされて、はい、だからもう18列ぐらいあったから、もう鏡なんて見えないんですよ。はいはいはい、だ前の人がやってることを見よう見まねでやってたら、全くできなかったの。全然踊れなかったんですか？いや、踊るも何もやったことないじゃん。そうですね。確かに確かに。だから、できないってことがまず、はい、ん？ってなって、うん、そのできない感じが、はい、まず奮い立たされたというか、なんでみんなできんだろうっていう、自分だけなんでできないんだろう、なんで俺できないんだろうっていう。で来週も同じ場所で同じ時間からやってるから、はい、ユウ来ちゃいなよって言われて、はい、ユウ来ちゃいなよって、なんかこの人の話してることもなんか微妙だなとか思ってそうですね、無責任な言葉でもありますもんね、ユウ来ちゃいなよ、ユウ来ちゃいなよってなんだこの人って思って、でもね、なんかそのできなかった感じが、はい、じゃあ来よ、来てみようかなって、あ、じゃあちょっと思うようになった。次の CM じゃ行ったんですか？行った。へぇー。そんで、2週間ぐらいかな。通って4回目ぐらいの時に、それこそ、少年忍者と、はい、男組と、光源氏ですか？光源氏の、御三家っていう、なんか、少年御三家ですね。武道館のライブがあったんですよ。はい。ビデオ持ってます。その御三家のライブにバックで出ちゃいなよって言われて、と思って踊れねえし、はい、でも何で出るのってなって出ちゃいなよって言われてますもんね。そう、そんでその時に
そのボビーさんっていう振り付けの人が、ボビー吉野さんが、はい、お前と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 、あと木村、お前もちょっと来いって言われて、300人以上いたんだけど、その時。その中から。その中から、ボビー吉野さんが、はい、まあ、どれどれっていう、こう、まあ、曲があるから、その時お前出ろって言われて、はい、いや、踊れねえしって思って、なんだけどそこで踊ったんですよ。へで、その時に、だからできないっていうことを、こう、自分の中でクリアしていくっていうか、はい、まあ、それが、とんでもない場所だよね。日本武道館のお客さんの目の前だったし、そこでなんだこれっていう面白いっていうのはあったかな。ああ、じゃあ、だん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 こうなんか、奮い立たせていって、でも、まだ全然舐めてたから。ああ、その時ですか。だから、本気じゃないんですよ。その、がっつりなんか、もうこれでやってこうっていうのじゃ結構時間かかったんですか？あ、全然かかってますよ。ええー、あ、そうなんですね。うん。だから15で、はい。あ、言う、踊っちゃいなよって15で言われて、うん、はい。これすげえ世界だなって思ったの、やっと17。ええー。で、蜷川さんの舞台を踏ましていただいて初めて。ああ。わ、これやばいっていう。なるほど。うん。あの舞台経験してなかったら多分やってないですよ。うわぁ、すげえな、それ。うん。うわぁ、じゃあもう出会いですね。いろんな出会いとこう経験で。だと思う。それがなかったら、今こうやって過ごしてないと思います。わぁ、すげえ。うん。